ゆうてん TV をご覧の皆さん、どうも。最近の時やったら関西弁そうですね。いいよね。ゆうてん T でございますってことでね。まあ基本的にこの U20 関西出身なんだけど、ただ U20 の時はこれラッパー時代からなんだけど、どういうわけか一切関西弁が出せないんだよね。だから例えばラッパー時代も U20 としてステージに立ってる時は標準語しか話してないよねっていう話だし、今こうやって U20TV を撮っててめえたちの前で話してる時もまあ当たり前に出ないよねっていう話だよね。だけど U20 の仮面を脱ぎ捨ててプライベートのゆうくんになった時には普通に喋っててかなり関西弁は出るよねっていう話だし、当たり前に関西人の前だったらめちゃくちゃコテコテな関西弁になるよねっていう話だから、関西弁で喋ってる姿がどうしても見たいと、まあそう願う可愛い女の子の君たちは、まあぜひこの U20 とプライベートで会う機会を頑張って作ってくれよっていう話だよね。まあ今回ね、この U20TV を通してね、まあてめえたちにね伝えたいのが、いよいよね、エミリン・ヤッピと合わせるかのように謝罪と活動再開の報告動画を出した古川優香が新しい動画を出したと思いきや、結局またしても炎上しちゃってるとは。いうことでね、自らガソリンをかぶって火をつけに行ったヤッピとは違って、ガソリンを拭き取ったつもりが背中にべったりガソリンがついてたとは。またしてもこの界隈はあまりにも香ばしすぎるとは。いうことでね、まあこの U20TV 撮ってるよねっていう話だよね。まあちょうど古川優香は昨日の夜に新しい動画をアップして、その内容としては今日は一人なので贅沢飯を作っちゃうと、ただ単にご飯を作って食べるだけと、もうそういう至って平和な動画だったよねっていう話なんだけど、ただ先日出した動画での音速のお辞儀だったりとか、やっぱり先月サンコイチのチャンネルで出した鼻チークの動画だったりのせいで、一切ファンの怒りだったり炎上の火が消えてないよねっていう話だから、動画自体は結構無難で平和な内容だったにもかかわらず、またしても完全に低評価の嵐と。そしてそれとは裏腹にコメント欄がめちゃくちゃお花畑になっちゃってんだよね。うん、っていうのも、例えば鼻チークに関して突っ込んでるようなアンチコメだったり、そういうのは一切排除されてて、もうとにかく優香ちゃん待ってましたと、そういうキラキラしたコメントで溢れてるわけなんだけど、まあこれは結構大勢の視聴者から指摘されてることなんだけど、おそらく古川優香はこのコメントを全て承認制にしてるっぽいんだよね。だから例えばどんなコメントであっても書き込んだらすぐに反映されるっていうわけじゃなくて、一旦は管理側の方でしか把握できないようになってて、そして管理画面から承認ボタンを押して初めてコメントが公開されると、そういうやり方でアンチコメを排除してて、低評価の数の割には至って平和なコメント欄になっちゃってるよねっていう話だよね。まあ今回の動画も検証した上で、このめちゃくちゃ推力の高い江戸川20が、まあ、古川優香今後どういう方向性で行くのかっていうのを推理してやるとすると、例えばヤッピと同じように古川優香は自分がなんで炎上してるのかっていうことをおそらく理解してないと思うんだよね。だし本人の目論見としては、先日出した活動再開報告の動画と、まあ、今回の動画を出すことで低評価だったりアンチ勢はいなくなるんじゃないかと、まあ、そういうつもりだったんだろうけど、結局ファンが一番知りたがってることだったり一番説明してほしいことには一切触れずに、全くもって的外れな動画を出してるわけじゃん。だからこそ今回みたいに平和な動画を出したとしても炎上の火が一切消えないままになってると思うんだよね。まあただ本人が考えてるのはおそらく、まあこのまま平和な動画を出し続ければ時間が解決してくれるだろうと、そういう風に思ってるからこそ今回コメントも承認制にしてアンチコメが反映されないことでアンチを諦めさせようと、そういう作戦に打って出たんじゃないかなっていう風には思うんだよね。まあただその作戦で行くんだったら、なんでてめえコメント自体オフにしねえんだっていう話だよね。別に俺はコメントを NG ワード設定したり承認制にする分にはその人次第の考え方だから、それに関して別に否定はしないんだけど、ただコメント欄をキラキラしたコメントだけで溢れさそうと思っても、結局その承認作業とかってめんどくさいわけじゃん。だったらいっそのこともうコメント欄をオフにして何も動画に対して突っ込めないようにした方が良かったんじゃねえのっていう話だよね。ただ俺はその古川優香の動画のサムネにとんでもないものを発見してしまったんだよね。っていうのも、そのサムネの右下におそらくイラスト屋から拝借してるとは思うんだけど、コックさんのイラストがあるわけじゃん。そのコックさんの鼻が鼻チークを塗ったかのように完全に赤くなっちゃってんだよね。そうだから、もちろんこれは本人は意識してないだろうし、何も考えずにこのイラストを使ってるのかなとは思うんだけど、偶然にも鼻チークかのように鼻が赤いコックさんのイラストを使ったのは完全に俺的にはまさかと思っちゃったよねっていう話だよね。
そして古川優香の彼氏である佐久間くんも何やら最近炎上してたらしいんだよね。まあ俺が確認しようと思った頃にはもうその動画完全に非公開にされちゃってたよねっていう話なんだけど、その動画の中で俺は100万円もらったとしてもブスとは寝ないと、まあそういう風に発言して視聴者からてめえが言うんじゃねえと、まあそういう批判のコメントで溢れて、プチ炎上した結果、まあその動画を非公開にしちゃったということでね、非公開になる前に俺もちょっとその動画見てみたかったよねっていう話なんだけど、ただ、その佐久間くんのチャンネルで昨日アップされた久しぶりだっていうタイトルの動画があるんだけど、内容としては古川優香とペイと3人でチキンオーバーライスをデリバリーして、それを食べながら話してると、まあそういう至って普通の内容なんだけど、ただ、その動画の1分37秒あたりで、ペイがまさかの言葉を発してたんだよね。舌が、ま、すごいねって話すごいねって話だよね。やばいよね。いやもうこれを聞いた瞬間、完全にこの U20 は反応せざるを得なかったよねっていう話なんだけどね。もしかしてペイもテメータスの一員なのかっていう話だよね。もちろんこれはたまたまの可能性もあるよねっていう話なんだけど、わざわざ言い直したところを見ると、もしかしたら U20TV を見てる可能性もゼロではないよねっていう話だよね。だから先日のコレさんに関しても、もしかしたらこの U20TV を見てる可能性がなきにしもあらずだよねっていう話だし、もしかしたらそういう有名YouTuber にもこの U20 っていう存在が認知されていってる可能性もなきにしもあらずだよねっていう話だから、今はもしかしたら俺の単なる思い上がりだったりとか勘違いなのかもしんないんだけど、その勘違いを現実にできる日は必ず来ると信じてるよねっていう話だから、これからもこの U20 の名前を売っていくことに全力を注ぎたいよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、古川優香が見事にアンチ対策に失敗しまくってると。そして、まさかのペイがてめえたちの一員である可能性がちょっとだけあると。いうことでね、まあこの U20TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、まあでも古川優香に関しては、まあおそらく過去の炎上のことには触れずに、無難な動画を出し続けることによって、その火を消そうとしてるのかなとは思うんだけど、ただ、その対策があまりにも中途半端すぎて、コメントを承認制とかにしちゃってるもんだから、結局はどうやったら反映されるのかみたいな感じで、物好きなアンチがそこに挑戦しようとめちゃくちゃ書き込みまくるわけじゃん。だから結局それって逆効果にしかなってないよねっていう話だし、そんな中途半端にコメントにフィルターをかけたり承認制にするぐらいだったら、もういっそのこと俺はコメント自体をできないようにオフにするべきだったんじゃないかなっていうふうには思うんだよね。それだったら好奇心でコメントしようとするやつも当然いなくなるよねっていう話だし、もちろん書き込みようがないわけだからもう諦めるしかないわけじゃん。まあその代わりツイッターとかはめちゃくちゃ荒れると思うんだけど、だからそういうところが結構詰めが甘いんじゃないかなっていうふうには思ったよね。まあそんな感じでね、ヤッピといい古川優香といい、もう完全に火消しには失敗してしまったということでね、また香ばしい動きがいろいろと見られそうだよねっていう話だから、またこの二人に関しては注目していこうと思うし、もう完全にこの元三個一の二人のせいで相当なガソリンをこの U20 は使っちゃったよねっていう話だからね、また香ばしい炎上を聞きつけた時には自らケツにガソリンと火をつけて、そしてジェット機のごとく飛んでいくっていう話だからね、また次回の U20 も期待してもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20 でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 on the my way